僕の世界は君を中心に回っていると言っても過言じゃない。これから生み出す全てを捧げても構わない。これにはあのクレオパトラでさえもご納得いただけるクオリティのご提供となるはずだったのにな。いらないって言われりゃそれまで。僕は君のことが好きだけど、君は僕を別に好きじゃないみたい。答えがあまりにシンプルすぎて、もうね何も言えないね。具の根も出ないってこのことだね。でも気が済むまで好きでいるけど、あんまり気にしないで。嫌われないように生きる僕では君には好かれないって一体何なんだい。振られてからずっと考えてるけど謎は深まるばかり。これにはあの少年面探偵でさえも泣き出して家に帰ります。誰より大事にしたいと思う僕じゃなんでダメなんだろうな。僕は君のことが好きだけど、君は僕を別に好きじゃないみたい。彼氏がいるわけじゃないみたいだし、そうか好みじゃないのね。絶望って言葉がぴったりだね。押してもダメなら引いてみようかな。いやきっと気づかれもしない。本当に僕が欲しかったものはちゃんとだって記憶でも明日の強い自分でもなくて、君なんだ、君が欲しかったんだ。僕は君のことが好きだけど、君は僕を別に好きじゃないみたい。それなら仕方ないってならなくて、今日も行き場のない想い体中に詰め込んでパンパンだぜ。もうやけくそだってバカなふりして、来週また行ってみようかな。毎週行ってみようかな。はい、どうも皆さんこんにちは、シンガーソングライターの小寺健太です。今回なんですけど、バックナンバーさんの、僕は君のことが好きだけど、君は僕を別に好きじゃないみたいを、ピアノアレンジにして、歌ってみました。いかがだったでしょうか。ちょっとでもね、気に入っていただけたら、YouTube の動画の、高評価とか、あと動画のね、拡散をしていただけるととても嬉しいです。ほんであとですね、僕今回のこの動画のリリックビデオなんですけど、僕実はこの1個前の動画に PV をね、ちょっとこう撮影したんですよ。
このバックナンバーさんの、今回のこのカバー曲の PV をねちょっと撮ったんですけど、あのちょっとねセルカボをちょっと買ってきて、自分でこうちょっと自撮りしながら、あの岡山県にあるこう運動公園っていう場所があるんですけど、そこでこうずっとね僕はひたすらこう歩いてる姿をこうずっと撮って、でちょっとまあ下にこうあの歌詞をつけて、でまあそんな感じのちょっとこうねあの PV をちょっと作ってみたんで、あのもうすでにその動画をアップしてるんですけど、あのこの動画の下のこの説明欄にその PV の、リンクをねあのちょっと貼っとくんで、よかったらその、バックナンバーさんの、僕は君のことが好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい、の、ピアノアレンジの、歌ってみたカバーの、PV バージョンも、ぜひご覧ください。ちょっとなんて言えばいいのかちょっと分かんなくなっちゃった。あのとりあえずねあのちょっとこうまた違う感じの動画なんでね、こういつものリリックビデオとは全然こう違う感じなんで、まあ、ちょっと楽しんでいただけるかなと思います。この動画の下の説明欄に貼っとくんでぜひチェックしてみてください。あとあの iTunes とかレコチョクとか、Twitter とか Facebook とかそういったあのリンクもあの動画の説明欄に貼ってるんで、よかったら、そこから、アクセスしていろいろとチェックしてみてください。というわけで、小寺健太でした。これからも頑張ります。あともうちょっとで、2016年になりますけど、来年もね、こう、いい年にできるように、皆さん、一生懸命、こう、共に頑張っていきましょう。というわけで、シンガーソングライターの小寺健太でした。バイバーイ。